2011年世界陸上競技選手権にてファビアナ・デアウメイダムレルはイタリア系ブラジル人の陸上競技選手専門は棒高跳び北京オリンピック女子棒高跳びブラジル代表2005年ブラジル選手権棒高跳び優勝者サンパウロ州カンピーナス出身身長 172cm 体重 64kg 2008年6月29日、サンパウロの競技会にて、棒高飛び4メートル80の自己記録をマーク、同時に南アメリカ記録を更新した。その後2009年6月7日、リオデジャネイロの競技会にて記録を4メートル82に塗り替えた。ブラジル選手権を5度制する間に11回以内、アメリカ記録を更新、4メートル82の記録は、 世界歴代6位に相当するものであった。2008年8月の北京オリンピック棒高跳びでは4メートル5 0の記録で10位。2009年8月の世界陸上競技選手権ベルリン大会棒高跳びでは4メートル5 5の記録で5位となった。2010年3月ドーハで開催された世界室内陸上競技選手権棒高跳びでは スベトラーナ・フェオファノは、アンナロゴフスカラを抑え優勝した。2011年8月の世界陸上競技選手権、テグ大会棒高跳びでは4メートル8 5を記録し、南アメリカ記録を更新して優勝した。その他、棒高跳びでも4メートル8 2の自己記録は保持。2010年2月20日バーミンガムの競技会においての記録であり、 同時に、棒高跳びの南アメリカ記録である。2010年3月までに19回、女子棒高跳びの南アメリカ記録を塗り替えた、選手である。ビスケイアート、エドアルド,ド .iaf.org、ムーラー・ボールツ・ツー・サウス、アメリカンレコード・オブ・4.80メートルアット・トラー・ヒュブラジル・ IAAF2010 年4月13日、閲覧。ビスケイアート、 エドワルド、ムーラー・ボールツ・ツーワールド・リーディング4.82メートルアット・ブラジリアン・ナショナルズ、IAF2010 年4月13日閲覧。レレー・フォビア・ナ・ムーラー・スペラ・コンピ・ムンディ・アル。 tkblaracordsalamedicarnoindua.htmlmurerbreaksintoorsoutamericanrecoartgloboesporte.com2010 年4月13日閲覧エドワルド・ビスケイアート・ムーラーグローイング・ビハインド・ザ・シャドウガイダンス・オブ アイゼンボイバ IAAF2010 年4月13日、閲覧。ありがとうございます。